R-1W スーパーコブラ、R-1W スーパーコブラ、R-1W スパーコブラは、アメリカ海兵隊の要求に基づいて、ベルヘリコプターテキストロン、ベルエアクラフト社が開発した R-1 コブラの発展型である。現在では、R、R-1W をさらに発展させた R-1Z バイパーも登場している。1967年に、 アメリカ陸軍に配備された R-1G コブラは、ベトナム戦争で予想通りの戦果を上げ、アメリカ海兵隊でも R-1 の装備を1968年5月29日に決定した。アメリカ海兵隊での運用は、洋上の強襲洋陸艦などから発進して、海岸線付近の遊軍地上部隊を支援し、また、発進した艦船に寄討するなど、長い洋上飛行が想定されていた。 このため、エンジンを総発化して、一機が故障などで停止しても飛行できることが求められた。こうした要求から、アメリカ海兵隊は、R-1 のエンジンにツインパックの、プラットホイットにカナダ社製、T400 ターボシャフトエンジンを選定、海兵隊向け R-1 に搭載されて、R-1JC コブラ、R-1JC コブラと命名された。 R-1J 線工量産型初号機は1969年10月14日にロールアウトし、第一次発注分の49機が1970年中期から引き渡しが開始され、1973年初めには20機を追加発注し、1974年4月から1975年2月にかけて納入された。ベル社では、 アメリカ海兵隊向けの発達型として、モデル309キングコブラを開発し、1971年9月に初飛行させた。しかし、アメリカ海兵隊ではこのキングコブラを採用せず、エンジンを出力向上型へ乾燥するとともに、大出力化対応として駆動システムに、民間型のモデル214のものを使った R-1T の装備へと進んだ。 R-1T は1975年6月に発注され、初号機は1976年5月20日に初飛行した。1977年10月15日からアメリカ海兵隊への引き渡しが開始され、57機発注されたうちの51機は後に BGM-71 と対戦車ミサイルを携行できるようになり、機種には M65 と照準機が付けられた。 アメリカ海兵隊では r h t により高い作戦能力を求め、さらなる発展型の装備を計画した。この発展型には、最大水力千二百八十五キロワットのゼネラルエレクトリック製 t 七百 g e 7 0 0ターボシャフトエンジを総発装備することとし、r h t を t 七百 g e 四百一に換装した r h t 試作試験機が、 製作され、1983年11月16日に初飛行した。R-1T は主にエンジンの実証試験に使用され、飛行試験中には量産型に向けての隠し回収も施された。アメリカ海兵隊では、1985、会計年度にまず22機を発注し、以後装備を進めることとなった。量産型には、 R-1W の名称が与えられ、新造機169機、整備訓練用22機が生産された。また、R-1J は全機体液させるが、R-1T は42機を、R、R-1W 規格に回収することとした。また、R-1W の並走システムは当初、R-1T と同様であったが、1990年代に、 入ると、性能向上回収第一段階が開始され、イスラエルの IAI 玉無性夜間、目標指示システム、NTS を装備することにより、エイジム -114 ヘルファイアやと、対戦車ミサイルを中夜間及び、天候状況を問わず使用できるようになった。R-1W のアップグレード作業と、並行して、R、R-1 ワット近代化計画として、トランスミッションの出力増加、 メインローターの4枚化、安定版の設計変更、グラスコックピット化、軍規格1553バイトデジタルデータバスの二重装備、骨翼の大型化などの改善が盛り込まれた。ただ、この近代化計画は後に変更が加えられ、現在では R-1Z バイパー計画へと進化している。R-1Z 計画は、海兵隊が装備する。 UH-1N ツインヒューイの性能向上と並行して行うもので、共通の性能向上型コンポーネントを使うことで、回収費用抑制も狙っている。性能向上項目としては、新型4枚ブレードのメインローター、新型トランスミッションの採用、先進の統合電子機器、フルカラーグラスコックピットの装備、対電磁波能力及び、塩害対策使用。 T700GE-401C エンジンの装備などで R-1Z ではこれらに加えて第3世代の光学センサーシステムの装備、広範な搭載兵装が加えられる。1996年に海兵隊は R-1Z 計画を進める方針を固め、同年11月15日にベル社へ開発契約を与えた。 これに基づいて3機の試作機が製作され、2000年11月20日に試作初号機なマイナス 1Z が工場より初出され、同年12月7日に初飛行した。なマイナス 1Z による飛行試験中に水平安定版の設計変更が必要であることが判明し、試作2号機の回収作業に遅れが生じた。この結果、量産回収も二千四回計年度からの承認となり、 IOC 獲得も2007年に変更された。量産回収が開始されれば、2004及び2005、会計年度は定率初期生産、ルリップとなるが、2006会計年度以降は、作業が最大となり、年間24機の R-1W が、R、R-1Z に再生される予定で、海兵隊では180機の R-1W を改造して配備する計画としている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。